ちょっと緊急に動画撮ってるんだけども、実は読売新聞の記者から電話があってですね、自転車の人権担保、まあ、大阪府の人権担保の記事に対して、消させろっていうようなね、仮処分の え、申し立てが裁判所にされたって言うんですよ。で、なんか、弁護士と申し立てた人で会見してたそうなんです。で、まず最初に言っときたいんだけども、多分記事にはね、具体的な地名出ないかも、出ないと思います。もしかすると、この市町村名までも出ないかもしれないですね。で、このチャンネルでもね、ブラック名言うとバンされる可能性があるんだけども、まあ市町村ぐらいまでならいいかな。え、具体的に言っとくとね、大阪の富田林のことです。 でね、多分ね、もう新聞だとそういうね、なんかあやふやな、そのなんかいろいろ誤解させるような記事を出すと思うんですよ。で、まあ、まず場所を特定しておきましょう。富田林には童話地区一箇所しかないんで、まあ、富田林です。まあ、そこです。だから他の地域には関係ないですからね。で、富田林っていうところなんだけども、えー、まあ、いろいろね、その童話地区住民だったらどうこうっていろいろ変なね、えー、想像してる人はいるかもしれないんだけども、まあ、ここは住民の 人は別ににそんななね解放同盟を支持してるわけじゃないんです本当、一部の人ですよ。あの、なんかいろいろ騒いでるのは、本当に。だからそのあたりをまず誤解しないでほしいっていうことと、で、あとね、こう、この、まあ、誰っていうのは特定できないんだけども、少なくとも僕は承知してる限りですよ。あの、富田林の解放同盟の支部長ってもともと、ここの富田林の人じゃないですから、よそから来た人ですからね。ということなんで、まあ、その、あのー、 まあ、新聞記事なんかね、多分朝日とか共同通信あたりが配信するかもしれないけど、あれを見てですね、それがなんかその、まあ、まして大阪府のね、ブラック住民全般だとか、でさらには、富田林のね、ブラック住民全般の話だとは思わないように、一部の人がそういう変な一ンもついてくるっていうだけですから、別にブラックの住民がみんなみんな変な一者もついてくるっていうわけじゃないんで、これあくまで解放同盟とかね、行政とか裁判所の体質の問題っていうふうに整理してですね、あくまでその住民に対して適宜 受けないいようにしてほしてんですねで記者に対しても答えたのはですね、まあ、これについてはもう富田林ってこれ童話地区だっていうことが分かるような状態になってるんですよ。 現地行っ,ったらもうわかるんです。あの、自転車の人権担保247見ていただければわかるんだけども、人権センターがあってね。えまあ今解体されてるかもしれないけどね、すぐの担保した時は、水平車宣言の人間に光りあり、光りあれってね、石に刻んだやつがあったんですよ。で、墓地にはこれ童話対策で作りましたってものが出れンっていうふうにね、出てますしね。だからこれは、その顔面にね、 入れ墨入れた人が、俺の顔面に入れ墨があることを公言するなら、うきゃーって言って騒いでるの同じことですよっていうふうに僕は言ったんですよ。で、まあ、それでも、もうなんか新聞記事だから、もうちょっとそういう例えじゃなくて、もうちょっとちょちゃんとした答えが欲しいっていうことなんで、まあ一応答えてたの答えたのは、まあこれに関してはね、えー、どんな林については、これはもう、あの、東話事業をやってるんだから、まあそのことはね、その、 まあもちろんその申し立てについては、それは受け入れられないっていう、まあそういうレベルの話じゃなくて、もうここは童話地区だっていうことをね、もう言わなきゃいけないんです。言わなきゃいけないんです、この富田林に関しては。それだけ問題があるんですよ、ここについては。童話行政について。で、ここはまあ昔は、まあ南震度、まあ昔の地名だからいいかな、南震度っていうふうに言われてたところなんだけども、 元はですねそのそんな個数多くなかったはずなんですねで戦前に人200何個とかそのぐらいの数になってたんだけどもまあ承知する限りもうほとんどよそから来た人です。でさらに現代に関してはまあまず支部長がこの地元の人じゃないしで地元にね あの、まあ、その、綺麗な墓地が整備されたりとか、その、まあ僕はアバンギャルドと表現したんだけども、すごい前衛的な、前衛的な公営住宅は建ってるんですよ。でっかい、本当にもう行ったらもうね、100メートル先からでももう見えるような、もう、もう、もうこれはなんだって思うような、すごい目立つ住宅が建ってるんですよ。で、その住宅の掲示板なんかには、あの、解放同盟のね、なんか、チラシみたいなのが貼ってて。 貼っっってててたたりするんんでででもううこれ童話対策でやったっていいのも隠してないんですよまあそれであれこれあれこれねそのまあ公金が出てるわけだけどもまあ僕は聞いてる限りですよそういうのもなんか地元の人にそのお金が渡ってるわけじゃなくてあのなんかその別のところ別の地域 まあ大阪の衛星都市、他のところから来た、そういう業者なんかが、なんかちょっとこう、食い荒らしてるみたいなことを僕は聞いてるんですよ。で、むしろ地元の人は迷惑してる。えー、っとね、えー、まあ僕はブラック担保やって消されたんだけども、そのアバンギャルド住宅っていうの紹介してでしょなんかもう本当に、本来だったらね、大阪市みたいに、もう空き家多いんだから、こう住宅をまとめて、 で、空いた土地をね、民間に、民間に売却するなりして、整理縮小すればいいのに、そういうことせずに、また新しい住宅をどんと建ててると。まあ、そういう状態なんです。まあ、そういうことを、まあ、そういう事実をですね、このブラック担保で示したわけですよ。で、なんかね、あのー、なんか車のナンバーとかそういうの取ってるのがどうのこうのって、なんか記者の人は言ってたけども、<laughs> でも、ね、あの、知事見たらわかるけども、これ、車ってね、あのー、まあ、いくつかあるの、軽トラとかあるんだけども、この、なんか、 もう右翼のね、黒いハイエースが止まってるんですよ。右翼の車が。うん、だからそういうのもなんかちょっとその差別されない原理を保護しないといけないかなっていうのは僕は承服できかねるところがあるし。で、それでまあ浴場とかね、童話対策の浴場なんかもあって、まあ、あの、これはもう童話地区だっていうことが本当に丸分かれない状態になってるんですね。で、さらに、えー、 これ,これ地元の機会では問題になってたんだけどもそのアバンギャルドな童話住宅に入ると解、えー、放新聞のね購読してくれって言われてしかもその公営住宅の家賃の徴収をなぜかその解放同盟解、まあ、放同盟本体っていうよりは、まあ、要は解放同盟のフロント団体ですねなんとか協会っていうようなそういうところがなんか集めてるとかいあその家賃を。でそれで まあ公営住宅の家賃ってね、収入によって決まるわけだから、結局それやると解放同盟にね、もうあの、住所も収入状況も渡してるようなもんじゃないかっていうことで、議会で問題になって、それで地元の人は迷惑してるっていうようなことを、まあ共産党の議員がね、連用で言ってたんですよ。 YouTube 多分、ね、動画残ってると思いますよアバンギャルドって言って,言ってましたからね、多分まあ、この記事とか動画とか見れたんでしょうね、共産党の人が。ということなんで、やっぱそういうことを議論するためには、当然ながらね、この、じゃあ、富田林のこの和歌なんとかっていうところが、童話地区だっていうことを言わなきゃ、それはそういう議論もできないし、まあ、実際、写真で見てもらう必要あると思いますよ、本当に、とあの富田林の人は。 やっぱ見ないといけないと思うこういう状況があるっていうのはこの令和の今の時代になってもですよ。こんなことやってるんだと。うん、本当だったらもう普通の街にしないといけないんですよね。うん、で、その、まあ、八してその、その東話地区の住民もあの少なくともあそこに関してはですよ。ほとんどあの、得たとか否認とか何の関係もないですからね。あれは。あそこの住民は。そんな二百何十人もね、そんないたとは思えないんですよね。まあ、これ大阪全般なんですけどね。 ということなんで、まあとにかくまあこれからね、朝日とか共同通信あたりが変な記事出してくるかもしれないけども、まあその、そういうあやふやな記事に踊らされてですね、まあ変なところに敵意を向けないようにということだけ、えー、私は申し上げておきます。まあ僕としてはもう淡々と対応します。ただ、こうやってね、えー、申し立てをした段階でね、本当だったら、その消しますっていう決定が出てから会見するものだと思うんですよ。でも申し立て段階でこうやってね、あの、 報道に流してるっていうのはまあ、一つは、この、まあ、世の中にこれを広めてね、どう,どうだ、すごいだろう、この事件者はこんなね、こんな悪いことやってるんだぞっていうふうにして、まあ、それを既成事実化させたいっていうのは一つあって、で、もう一つは裁判所に対する脅しですよね。え、みんな注目してるんだぞと。 わかってるなと、逆らったらわかってるなっていう、僕は裁判所に対する脅しだと思ってます。で、そういう脅しっていうのが残念ながらね、通用してしまう世の中なんで、これはまあ裁判所が申し立てを通す可能性は高いんじゃないかなと思います。多分大阪地裁になるのかなそしたら僕大阪地裁までね、本村の対応のために行かなくてゃならないんで、まあそしたらまた大阪に行くたんびに、あちこち探訪しないといけなくなるんじゃないですかね。そしたらまた個別でね、やられるかもしれないけども、でもやっぱ こののの日は消しちゃいいけないと思うのでまあ僕は僕で対応しますんでえ皆さんねできれば是非田んぼ記事読んでいただければと思いますがあとちゃんとあの保存しといてくださいうんこういう記事ってね本当にあの弾圧されやすいんであの本当にねあの香港なんかでえ中国共産党を批判する記事書いてるようなもんなんでねこれ。 本当に、あの、なけ、なりかわしいんだけどもこう、日本でこういうことがあるっていうのは。ということで、えー、一応ちょっと緊急のご報告でした。